マリア王大号を記念したメダルマリアロムニエは、ルーマニア王フェルディナンド一世の王妃、マリアデ・エディンブルグ、英語名は、マリーアレクサンドラ・ビクトリア・オブ・エディンバラ、エディンバラ公アルフレッドとその妃である、ロシア王女、マリアの長女として、ケント州で生まれた。妹に、ロシア大公妃ビクトリア・メリタ、ガリエラ皇爵夫人ベアトリスらがいる。若い頃、マリーは、ヨーロッパの王族と、 政略結婚させるものと考えられていた。彼女は、重慶ジョージ・オブ・ウェールズと、相思相愛で、結婚の申し込みも承諾していた。マリーの父とジョージの父、アルバート・エドワード王大使はどちらも、この結婚を歓迎していた。しかし、マリーの母マリアは、イギリス王室をひどく軽蔑しきっていたため、ジョージとの結婚は成立せず、イギリス国外の王家との縁組が考えられた。 1893年、父アルフレッドが、ザクセンコーブルクゴータ公となる数ヶ月前、マリーは、ルーマニア王大使フェルディナンドと結婚した。マリーとフェルディナンドには三男三女が生まれたが、結婚生活は不幸だった。マリーと長年分通した腹心のとも、アメリカ人武闘家、ロイフラーは、大嫌いな男。嫌悪感が募るとマリーが夫について触れていたことを、後に暴露している。 長男カロルと長女エディザベタの父親は間違いなくフェルディナンドであろうがマリア王女とニコラ王子の父親は不明でロシア大公ボリス・ウラジー・ミロビチの名が挙げられている三女イレアナと三男ミルチャはマリーが長年の愛人だったバルブ・シュティルベートであってから生まれている歴史家はイレアナ王女の正当性は疑問だとしミルチャ王子は愛人の子としている1914年 カロルの死により、フェルディナンドと共に、国王、王妃となったが、第、マリアは熱烈なルーマニア愛国主義者となり、意志が弱くて周囲に流されやすい夫の代わりに、ルーマニアを統治した、とまで言われた。戦争中は赤十字社に、ボランティアで加わり、負傷者の看護をした。1917年、国土の半分は、ドイツ軍により踏みにじられ、マリアと軍の助言者グループは、 ロシアに組みするよりもルーマニア軍は独立してドイツ・ロシアの両方と戦うべきだという選択をした。これにはアメリカから資金援助が得られた。戦後、ベルサイユ港和会議でルーマニアはルーマニア語を話す住民のいる地域を統合する大ルーマニア実現のため国際的なルーマニアの顔としてマリアをフランスへ送り込んだ。戦士女王の登場を国際メディアは熱狂的に迎え、 その結果ルーマニアは戦前よりも国土を4割も増やすことに成功した。トランシルバニア、ブッコビナの一部に等しいベッサラビア、およびボイボディナである、フェルディナンドとマリアの長男カロルは父親と障害を通じて断絶状態にあった。マリアとカロルは深い親子の結びつきを保っていたが、これも後にマリアが愛人、シティアベーコートの関係を続けていることを知ったことから悪化した。 マリアはカロルが自身で花嫁を選ぶより母親の自分がふさわしい女性を外国王家から見つけたいと考えていた。ところがカロルはパリで母の友人ロイ・フラーに愛人マグダル・ペスクと親密にしているところを見られてしまった。二人はフラーとマリアの友人関係に気づいていなかった。フラーはすぐさまマリアにこのことを知らせたがカロルとマグダを引き離すのに失敗した。 王位についたカロルは母の忠告を知りけ、断絶は決定的となった。1927年の夫の死後、ルーマニアに残ったマリアは著作と回雇録を執筆した。彼女は1938年に亡くなり、クルテアでアルジェシュ大聖堂の夫の隣に葬られた。マリアの意志により、彼女の心臓はバルチクのバルチク宮殿の納骨堂に収められた。1940年、 バルチク宮殿とドブロジャ南部がクラヨーバ条約によりブルガリア王国に返還されると王妃の心臓はブランジョーに移送された。晩年にバハーイー教に改修していたことが明らかにされた。1917年にマリアが書いた絵本ポベステオニーシュタンパータイキルディンが日本ではワシ姫物語として出版されていたが60年以上絶版となっていた。 2008年8月、ワシと、イタズラキルディーンのタイトルで解約されて発行された、ユナイテッドプレス、ローマニアンクイーンツーラインステートアットサン、エスパレス、デラウェアカウンティーデイリータイムズ、P12 ロシア大公、ウラジーミル・アレクサンドロビッチとマリア・パブロブナの三男で、母方の重帝、プレイボーイで有名だった、19世紀中頃に、ワラキア公となったバルブ・ディミトリエシュティルベイの孫で、 ワラキア王子の称号を保有していた。1927年にルーマニアの首相を務め、また1944年ルーマニアと連合国との休戦協定の際、特命全権大使としてモスクワに赴き、条約に署名した一人である。わし姫物語新約に、皇后様も、良いご本から2008年12月16日、北海道新聞、ありがとうございます。